大型猫メインクーンクーちゃんの留守番とペットシッター。我が家のデカ猫メインクーンクーちゃん4歳。クーちゃん行ってくるね。夏休み旅行で数日間家を空けることになったので、その間のクーちゃんのお世話をペットシッターさんにお願いすることにしました。毎年お願いしているシッターさんなので、クーちゃん覚えてるかな。毎日シッターさんから報告メールが入ります。1日目、薄曇りですが蒸し暑い東京です。おはようと声をかけながら入室すると、1年ぶりにもかかわらずにゃっと歓迎してくれているようなクーちゃん、嬉しいですね。ご飯は完食してありました。器を洗いカップ1杯山盛りでセットしました。お水も新鮮なものに変えておきました。とても良いうんちが3本出ていました。おしっこもしっかり出ています。エアコン問題なく作動しています。快適な室温です。久しぶりなのに本当にフレンドリーなクーちゃん、お腹まで見せてなでなでさせてくれました。ペットシッターさんは年に1回だけお願いしているけど、しっかり覚えていたんだね。猫の記憶力ってすごいね。2日目、今日もおはようと声をかけながら入室すると、階段のところからニャーと迎えてくれる可愛いクーちゃんです。お腹が空いていたのか、ご飯の支度をするシッターにずっとスリスリ、可愛いです。大理石のプレート涼しいんですね。ずっと乗っていてお気に入りなようです。年に一度しか会わないのにしっかり覚えてくれて、頭がいいのね、クーちゃんは。シッターは幸せです。動物好きのシッターさんなので、クーちゃんもお気に入りの様子です。元気そうでよかった。3日目、青空に雲が浮かぶ夏の空。今日も暑くなりそうな東京の朝です。昆虫も玄関で迎えてくれるクーちゃん、なでなでもたっぷりさせてくれて可愛いです。今日もご飯の支度をするシッターにずっとスリスリ、幸せでした。クーちゃん、綺麗なお部屋でのんびり穏やかに過ごしているのでご安心ください。また来年になりますが、クーちゃんきっと覚えていてくれますよね。今回もありがとうございました。夏を満喫した少年もそろそろ帰る日がやってきました。クーちゃんはどんな様子で少年を迎えてくれるかな。ただいま、クーちゃん。クーちゃん、帰ったよ。あれ、いない。しばらくシッターさんが一人で来る日が続いていたので、大勢で入ってくる音に驚いて警戒してしまったのかも。急いで2階に上がると、いた、クーちゃん。クーちゃんも少年の顔を見てほっとした様子。久しぶり、クーちゃん。クーちゃんも少年の匂いをグングン。どこ行ってたの？寂しかったよ。いつもはしつこい少年を嫌がって逃げちゃうけど、今日は逃げようとしません。長く留守にしてごめんね。今日はいっぱい遊ぼうね。ペットシッターさんにお願いするようになってから、クーちゃんをペットホテルなどに預けるということはあまり考えられなくなってきました。もちろんクーちゃんのためにもできるだけ家を空けたくはありませんが、何かあって家を空けなければならないときは、猫の環境を変えるよりもお世話しに来てもらう方法にしたいなと思っています。ちなみに少年がお願いしているペットシッターの会社は、基本コースは60分、例えば中型犬1匹3300円、猫2匹まで3000円。来てもらう時間帯やお世話の内容、家の鍵の受け渡し方法などは相談できます。何かあった時のためのかかりつけの獣医さんの連絡先もお知らせしておけます。ペットホテルではストレスが溜まってしまうワンちゃん猫ちゃんにおすすめです。生き物大好き少年チャンネルでは、生き物のことやメインクーンのクーちゃんと少年の日常をお届けしています。このチャンネルの動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。